荒滝山城は山口県宇部市の高滝山にあった戦国時代の日本の城、荒滝城ともいう。城跡は山口県の史跡に指定されている。標高459メートルの高滝山に位置し、遺構は東西約700メートル、南北約200メートルの範囲に広がる。山頂の主角を中心として東側尾根に築かれたで丸と、 西側尾根の西狂和の三つの狂和軍で構成される。尾根帯の敵の侵入を防ぐための掘り切りが各の周囲を固め、北側斜面には西条空堀軍があるなど、戦国時代末期の山城の特徴を残す。山口県内の山城としては最大級のもの。山頂からは南の瀬戸内海から内陸方面の吉部盆地、三島、 中方地域など広範囲を展望できる要衝に一致している。大内氏の重心で、長戸国守五代に任じられていた内藤氏の居城と伝えられる。道場は戦時にこもる爪城だったと思われ、平時の生活は山独の今をのに館があったと考えられている。発掘調査で大内氏と関わる遺跡で、特徴的に出土する京都系の中世はきに加え、中国、 朝鮮から輸入された陶磁器なども出土しており、大内氏と内藤氏の関わりの深さを示している。山口県の史跡指定にあたって、山口県教育委員会は、保存状態の良さに加え、発掘調査で時期の推定ができる点から、地域の歴史を考える上で極めて貴重な史跡であるとした。追記の時期は不明だが、戦国時代に大内氏毛利氏の重心、 内藤隆春が居城としていた記録が中心案に残る。一説には天文年間に気づいたとされる。工事4年6月28日の岩部重左右門の下文書の記録では内藤家臣の岩部実習が常盤となる。さらに1600年頃までには増田元将が上手となった。江戸時代に入って廃城となるが中心案によると 跡地の山頂が、のろし場として使われたとされる。1994年に、当時の楠木町指定文化財となる。2004年の市町村合併以後は、宇部市指定文化財となった。2005年までに行われた、発掘調査により、ここを、石積み、石段などが確認された。2008年1月11日には、山口県指定史跡となった。ありがとうございます。